そんなな訓練があったった言っているじゃないですかなですやはり総合力を見ているんだとんやっぱり何かあった時に宇宙に行っていろいろな人にもちろん地上からヘルプは出してもらうんですけれども、うん、自分で計画を立てられるかと、うん、でその計画はきちんと実現できるかと、うん、でそれを、ね、実現する行動力はあるかと、まあ、その辺りを見ていたんだろうなということは聞いています。だからぜひそういった取り組む、ねまあ、課外事業というんでしょうかね、うん、プロジェクトなのかじゃそういったもののお手伝いもできればいいなと思います。まさにその課外 大授業っていうのをおそらく今回双葉の子どもたちの言葉に変えると、えーえー、動く授業だと思うんです。まあ一つは教科書に依存しない。あうん、それもう一つは教室に閉じこまらない。そうそうなんです、ね。ですからいわゆる正規のまあ数学だったり社会だったり、はい、そういった授業の中でもっとねフィールドに出ていてできることってあると思うんですよね。うん、私もそうですよね。はい、やはりこの地域の子どもたちまたこの地域の環境を考えたときに、はい、一つは放射線の問題があって。はい 宇宙飛行士って宇宙にいる間に毎日1ミリシーベです、ねはいまあ、生涯のその線量をやはりある一定値には抑えましょうとか、うん、そういった管理の仕方たをまあ取りましょうということを受けるんですでリスクコミュニケーションの部分だって今復興庁の方も力を入れてやってますけどすごく大事なので、はい、あの僕はすごく期待をしてます。 だから最初は学校の授業でもどうしてもまあ答えが一つに決まっていることから取り組んでいくんですけれども、はい、そのうちだんだん世の中の課題って答えがないんだと、うんね、誰も分からないというところに行き着きますから、うん、そこをどうやって自分でまあ考えていくのかそういった宇宙,の宇宙に行くための訓練の中で自分の中にこう植えつけられた、はいはい、そういう対処能力を鍛えるような取り組みっていうのは、はいはい、山崎さんしかできない。 ことだと思うので。ああ、ありがとうございます。これから、あの、はい、同じ応援団の一人として。一緒に。双葉の未来のために。はい。で、それが、け。結局は、日本の将来のためですから。はい。そうます、そう、繋がっていくために。一緒。にお仕事できること。楽しみにしています。はい、はい、こちらこそ、よろしくお願いいたします。